紋別の街が一望できる展望台です。慰霊碑があります。僕のそばには散歩をしているらしい人たちもいます。紋別の駅前です。紋別の港です。港湾管理事務所があります。ちょっとすいません、警察の者ですが、聞きたいことが。なんだよ、ほら、何も知らねえぜ。ちょっとこれを見てくれますか。じいさんの写真なんか見たくねえよ。ちょっとこれを見てくれますか。じいさんの写真なんか見たくねえよ。ちょっとこれを見て。写真なんか見た。ちょっとすいません。なんだよ。管理事務所に入りました。すみません、警察の者ですが。ここらで一番大きな事故は昭和24年の永福丸沈没でしょう。記録によると船頭ほか7名がこの事故で死亡してますな。船主は奥村喜助となっとる。住所は、ああ、ここから海岸沿いに行って諸骨川を越えたあたりですな。お役に立てなくてすまんが、わしには何のことだかさっぱりですわ。ちょっとこれを見てくれますか。おや、源さんに似てますね。ちょっとこれを見てくれますか。こんな人見たこともありません。ちょっとこれを見てくれますか。見たことのない顔ですね。源さんも昔この辺で漁師をやってましたが、今は札幌に引っ越して元気にやってると聞いてますよ。沈んだ船の船主が奥村喜助となっておりますが、私は直接会ったことがないので。何分昔のことだから、まだ生きているとしてももう随分年でしょうな。これはニポポ人形です。電話かけますか。だったら貸してもらえるよう頼んでみますが。ここの係員みたいですね。怪しいところはないようですが。これがそうですが。管理事務所の外に出ました。奥村の家です。ようおいでなすった。まあ上がりなされ。ではお言葉に甘えて。本人はええお日和ですの。
ふがふが、ふがふ。ちょっとこれを見てくれますか。それがどうかしただか。ちょっとこれを見てくれますか。どっかで見たような。わしゃ年だから物忘れがひどうでの。勘弁してつかされ。ちょっとこれを見てくれますか。どっかで見たような。わしゃ年だから物忘れがひどうでの。勘弁してつかされ。ちょっとこれを見てくれますか。どっかで見たような。わしゃ年だから物忘れがひどうでの。勘弁してつかされ。かなりのお年寄りですが、どうやら奥村喜助の妻のようです。おじいさんの写真が飾られています。これが奥村喜助とすると、すでに奥村は。死んだ奥村の遺灰らしきものがありますが、別にこれといって。死んだ奥村、死んだ、この辺りには死んだ奥村の遺灰らしきものがありますが、別にこれといって。かなりボケてるみたいですね。一週間ほど前だったか、年甲斐もなく夜釣りに出てな。それっきりじゃ。どれ、わしも罪滅ぼししてくるかな、とかようわからんこと言うとったの。結局あの手帳に書いてあった通り、奥村喜助は亡くなっていたわけですね。おばあさんの話では自殺のようにも思えますが、やれやれ、まったくこの事件にはわからないことが多すぎます。見ての通り、おばあさんが仏壇の横に座っています。ちょっと待ちなされ。あんたら刑事さんかね。だら渡すもんがあるだ。もし警察の人が来たら、この人形を渡してくれとじいさんはそう言っとった。これはニポポ人形ですね。でも目の下にのみの跡があります。まるで泣いているような。さて行きましょうか。門別の駅前です。これがそうですが、ちょっとこれを見てくれますか。これがどうかしただか。門別の港です。港湾管理事務所があります。ちょっとこれを見てくれますか。ん？この飲み水かよ。やっぱりそうだ、浦田のじっちゃんが掘ったもんに違いねえ。おう、浦田甚五郎って言って、昔はこの辺一の漁師だった。それがどうしてか、
人を殺めてしまってな。今じゃどこにいるのやら。おう、それがどうしてか。15メートルぐらいの漁船で、かなり沖まで漁に行く船だそうです。普通の建物で、特に変わったところはありません。普通の建物で、おや、何かあるぞ。これは…おや、また何か？ちょっとこれを見てくれますか？あれ、あなた方もニポポ人形を持ってらしたんですか？でもそれ傷がありますね。不良品ですよ。多分刑事さん、網走刑務所で買ったんでしょう。取り替えてもらったらどうですか？昔はこの辺で一番と言われる漁師でしたが、今どうしているかは知りませんね。ここらで一番大きな事故は昭和24年の永福丸沈没でしょう。そのことはもう話しませんでしたっけ？管理事務所の外に出ました。網走です。網走刑務所の前です。万が一即売所があります。はい、うちで扱っている人形は全て刑務所の受刑者の手作りです。いいお土産になりますよ。ちょっとこれを見てくれますか？確かにそれはうちで売ったものです。泣いているように見えるでしょ。どういうわけか人殺しの記事が新聞に載った次の日、決まってそれが混じるんですよ。そういえばこの間年配の方が人形買いに来られたんですけどね、この泣いている人形を見たら真っ青な顔になっちゃって。ええ、その人はこの人形を買っていかれましたよ。そう、誰が作ったかまでは知りませんけれど。歌で有名なためか、毎日多くの観光客がここを訪れるそうです。スポーン！歌で有名なためか、毎日多くの観光客がここを訪れるそうです。バポーン！歌で有名なためか、毎日多くの観光客がここを訪れるそうです。ステラノビコーン。歌で有名なため、ステラノビコーン。印象的な刑務所の正門です。通称赤レンガ門と呼ばれていますね。人待ち顔のおじさんです。誰かと待ち合わせでもしているんでしょう。くたびれた様子の老人です。見学で疲れちゃったんでしょうか。簡単な作りの即売所です。おばさんが店番をしています。おや、何かあるぞ。これは、
ちょっとこれを見てくれますか？さあ、毎日たくさんのお客様が来ますから、一人一人の顔まで覚えてませんよ。ちょっとこれを見てくれますか？さあ、毎日ちょっとこれを見てくれますか？さあ、毎日たくさんのお客様が来ますから、一人一人の顔まで覚えてませんよ。なんと、刑務所の監視の人に聞いてみたところ、浦田甚五郎は無期懲役中として、ここ網走刑務所で服役中だそうです。刑務所に行って浦田という老人に会ってみましょう。この老人が浦田甚五郎です。あんたらわしに何の用じゃ？ちょっとこれを見てくれますか？ああ、それかね。最近年のせいか手が震えて時々飲みを滑らせてしまうんじゃ。ちょっとこれを見てくれますか？刑事さん、そんなもの見せても無駄じゃよ。ちょっと刑事さん、ちょっとこれを見てくれますか？刑事さん、ちょっとこれを見てくれ。刑事さん、どこかで聞いたような名前じゃが、わからんの。ああ、わしは毎日ニポポ人形を作ってるが、それがどうしたというんじゃ。ああ、ちょっとこ、ああ、監視の話によれば、浦田は現在強盗殺人の罪で服役中なのだそうです。調べてみましたが、監視の話によれば、浦田は現在この辺りには、ここにはの面会室です。どこかで聞いたような、どこかで、どこか、どこかで。では外に出ましょう。網走刑務所の前です。万が一即売所があります。和琴温泉の露天風呂です。簡素な露天風呂です。見ての通りここにはいません。あれ、待ってください。ボス、床の上を誰かが何かを探したような跡があります。この前と様子が違ってますね。もしかして手帳の落とし主がここに戻ってきたのでしょうか？ああ、刑事さん、ちょうど警察に電話しようと思っていたところなんですよ。実は昨日の午後、真紀子さんが帰ってきたんですが、つい先ほど何か争うような物音がして、様子を見に来たらこの始末で。室内に入りました。
き出しの中が引っかき回されていますが、手がかりになりそうなものは残されていません。以前この中にあった奥村からの手紙が見つかりません。複数の男の足跡が残っています。本棚が倒れてアルバムが落ちています。シーツの端が引きちぎられています。ひょっとしたら牧子さんをシーツの切れ端で縛って連れて行ったのかもしれません。牧子さんや妹のゆかりさん、父親の源さんの写真がいろいろ貼ってあります。おや、ボス、妙な写真を見つけました。なんと浦田甚五郎と牧子さんは知り合いだったんですね。牧子さんの一家も浦田も昔門別に住んでいたことを考えればうなずける話ですが、わかりました。アルバムから剥がして持っていくことにします。これを浦田に突きつければ牧子さんと事件との関わりもはっきりするのではないかと思います。室内は何者かにすっかり荒らされ、めちゃくちゃになっています。牧子さん、引き出しの中が引っかき回されていますが、手がかりになりそうなものは残されていません。闇雲にあちこち動き回っても意味がありません。牧子さんの命がかかってるんです。ボス、もう少し落ち着いてください。本棚が倒れてアルバムが落ちています。浦田の写真以外はこれといって手がかりになりそうなものはありません。やはり奥村からの手紙は見つかりません。シーツの端が引きちぎれています。牧子さんを縛るために使ったものと思われます。シーツの端が、室内は何者かにすっかり荒らされ、めちゃくちゃになっています。牧子さんの身の上が心配です。牧子さんは東京から来た友達と一緒に摩周湖へ行った後、そのままお父さんと落ち合って亡くなった妹さんのお骨を納めに故郷の門別へ行っていたそうです。門別へ？ではあの時牧子さんが一人で摩周湖にいたのはお父さんと落ち合うためだったのか。物音に気づいて表に出てみた時にはもう誰も、ただ黒塗りの車がアパートの前を通り過ぎるのが見えましたが、いや本当にあの時はびっくりしました。そういえば門別から戻って私のところへ挨拶に来た時、牧子さんなんだか顔色が悪くてね、うちの女房に料理作らせるからしばらくゆっくり休んだらと言ったら、実は明日からまたしばらく旅行に出かけるんだとか言いましてね。刑事さんも来たことだし、これですもんね。そういえば牧子さん、うちの女、実は刑事さんも来た、前にも言った通り顔は見てないのですよ。闇雲に動き回っても意味がある。直接行くよ。コロポックリの電話番号は
コロポックリです。あ、警察の方？ちょうどよかった。さっきうちの郵便受けに源さん宛ての脅迫状が舞い込んだんです。脅迫状ですって？ええ、娘の命が惜しければ夕張中央炭鉱まで来いと書いてあるんです。源さんからは何の連絡もないし、もうどうしていいのかわからなくて。夕張の街です。石炭産業の斜陽化を反映してか、なんとなく寂れた感じの街並みです。あそこに電気屋の主人がぼんやり立っています。話を聞いてみましょうか。はあ、怪しい人ですか。そういえばさっき見慣れない黒塗りの会社が中央炭鉱の方へ走っていくのが見えましたが、黒塗りの車以外にはこれといって。夕張中央炭鉱の前に着きました。女物のなんとなく見覚えのある靴です。おそらく真紀子さんのものと思われます。池と言われても中は真っ暗ですよ。懐中電灯でもないと身動きが取れませんよ。ああ、さっき夕張の電気屋で買っておけばよかった。夕張の街です。毎度ありがとうございます。何しろ土地柄、うちの懐中電灯は性能のいいのが揃ってますです。あ、乾電池もおまけしておきますね。毎度ありがとうございます。でも本体だけでは遊べませんよ。このオホーツクに寄与、なんか刑事さんにぴったりのゲームだと思いますが。ボス、確かに面白そうですが、今はそれどころではありません。毎度ありがとうございます。乾電池おまけしておきますね。ボス、ラジオなんか買って何かの役に立つんでしょうか。毎度ありがとうございます。これさえあればどこにいてもナイターが見られますから、刑事さんのように忙しい方にはぴったりですよ。ボス、そんなもの買ってどうするんですか。ああ、もう嫌になっちゃうな。こっちは八百屋さんです。王さんの好きなあの夕張メロンもありますよ。こっちは八百屋さんです。こっちは懐中電灯とかラジオとかテレビとかファミコンとか、いろいろな電気製品を売っています。懐中電灯と、こっちは八百屋さん。ごく平凡な電気屋のおじさんで、不審なところはないようです。懐中電灯、こっちは八百屋さん。夕張中央炭鉱の前に着きました。ボス、あの靴どうします？持って行った方がいいんじゃないでしょうか。まだ真紀子さんのぬくもりが残っている感じです。
炭鉱内は危険です。入る前に一度捜査メモを取っておいた方がいいと思いますが。しまった、罠だったか。誰かが上から石を落として出入り口を塞いでしまいました。今懐中電灯をつけます。こうなったら進むほかありません。さあどうしますか。見てください、これはマキコさんのもう一方のハイヒールです。やっぱり彼女はこの中に。やっぱり彼女のハイヒールに違いありません。持っておきたいところですが、この中で迷わないためにも目印としてこのままにしておきましょう。マキコさん、しっかりしてください。ダメだ、完全に意識をなくしています。ボス、ともかく早く彼女を外に連れ出さなければ。さあどうしますか。ハイヒールです。どうやら再びこの地点に戻ってきたみたいですね。ボス、ツルハシが落ちていました。これで脱出できるかもしれないぞ。これは持っておきます。なんてことだ。こんな時に懐中電灯の電池が切れるなんて。真っ暗でどうしようもありません。待てよボス、懐中電灯の光のせいでさっきまでは気がつかなかったのですが、どこからか
うっすらと光が漏れています。光の方に進めば外に出られるかもしれません。ボス、光は天井から漏れています。このツルハシで崩して脱出できそうですね。やったマキコさんは酸素の少ない洞窟に長い間閉じ込められていたため酸欠寸前の状態でした。今は意識不明だそうですが。この辺りにはマキコさん、マキコさんは相変わらず意識不明。マキコさんを呼んで話を聞きたいところですが。ねえボス、彼女は死んだりしませんよね。助かりますよね。警察病院の前です。ここの病院の電話番号を調べてきました。0152-45-112 だそうです。出先からちょくちょく電話をしてマキコさんの容態を聞いてもいいんでしょボス。ここの病院の電話番出先から。本当はずっと彼女のそばについていてあげたい気持ちですが。では行きましょうか。札幌市手稲の牧子さんのアパートの前です。マシューコです。あ、この間の刑事さん、もう休暇の期間はとっくに過ぎたんですが、相変わらず何の連絡も入ってないんですよ。一体どうしちまったのか。あ、例の脅迫状にマキコって書いてありましたが、あれ娘さんの名前でしょう。で、娘さんどうなりました？え、刑事さんたちが助けた。そりゃよかった。はい、阿久津。はあ、うん。網走です。網走刑務所の前です。万が一即売所があります。浦田甚五郎老人です。あんたらまた気なすったのか。ちょっとこれを見てくれますか。おお、これはマキコちゃん、ゆかりちゃん、あんたらこの写真どこで手に入れなすった。マキコさんのアパートですよ。彼女は何者かに誘拐され我々が助け出しましたが、未だに意識不明です。ここに写っているのはあなたでしょ、うん、刑事さん、すまんがその写真わしにくださらんか。話す気になってくれたのですね。この写真を見せられては今さら知らん切れまいて。あれは戦後間もなくのことじゃった。物のない世の中でアメリカ軍の救援物資はそりゃあ貴重なものじゃった。アメリカから船が来る。その船が東京湾に荷揚げする。だがその途中物資を横流しして大儲けした連中がいた。
何でもそいつらは旧日本軍の遺産まで横領していたそうだ。一味のボスは元海軍将校阿久津秀夫、今度大臣になるそうじゃな。船を用意したのが門別の奥村喜助、物を売りさばいていたのが行商していた白木、が何回目かの荷上げのあと連中はことがバレそうになったため、船を漁師ともども沈めてしまった。証拠隠滅のためにな。これをただの事故に見せかけてもみ消したのが、当時新聞社の門別駐在員をやっていた北浜の飯島だ。この時の犠牲者に船頭の野村康吉という男がいた。わしとは仲のいい漁師仲間での、康吉は早くに妻を亡くしていたので、わしは残された一人息子を親代わりになって育てた。その子の名は野村源次という。ところで増田のことじゃが、前にここに来た時わしと同じ棒になっての。源次に顔つきがそっくりで、ついわしが心を許し事件の思い出話をしたのが悪かったのじゃ。増田は阿久津が大臣になるという話を聞いて、昔の話をネタに脅せば金になると思ったのじゃろう。阿久津に会いに東京へ行って反対に殺されよった。増田の死亡記事を新聞で読んで、じきに源次からハガキが来ての。娘のゆかりが死んだと書いてあった。その先何が起こるかは予想がついたの。一人また一人、人が死ぬたびわしは人形に涙を一粒掘りつけた。昔死んだわしの仲間の供養のため、そして親代わりになって育てた男の運命を悲しんで。わしが話せるのはこれだけじゃ。もういいだろう。さあ帰ってくれ。